こんにちは、ニューヨークファンクフィジオの高田です。最近ですね、四十肩、五十肩の患者さんを見ることが非常に多くなってきました。まあ、年齢的にはね、四十代というよりもどちらかというと50または60代の方を見ることが多いなと思うんですけれども、四十肩、五十肩、これ本当に日本人に特化した病気なのかなと思うぐらい日本人の方が多いです。欧米人でなかなかならないんですね。これも統計的にもデータが出てるんですけれども、なぜか日本人に多い病気なんです。で、そのきっかけとかもあまりよく分かっていない。ただその過程はよく分かっている病気なんですけれども、その中でね、僕がよく思うのはね、意外と肩の可動域とか肩のローテーションの可動域が下がってきたりして、うまく肩が使えてない人っていうのはなりやすいのかなと思っております。なのでですね、今日はですね、肩の可動域のチェックしてみましょう。はい、そうしましたらですね、床に寝てもらいます。真っ平らの床でいいです。はい、こんな感じで寝てみましょう。その時にですね、腰はぺったりつけといてください。はい、まずチェックしてみてください。この腰はぺったりなんですけど、肩をパッと上げた時にちゃんとつきますか？床につきます。これ、はい、そしたらですね、今度は真横に肘をドンと置いてもらってですね、このままぺったんこで、この時に肩が浮かないでちゃんと手は下につきますか？僕もちょっと硬いんですけども、この時に肩が浮かずにちゃんとつく。はい、反対側も上もつく。これがちゃんと保ててるかどうかチェックしてみてください。中にはですね、なんかこうおっとってこう背中が浮いちゃったりとか、こうやった時に肩がこうやって浮いちゃったりとかする方おられます。それはね、やっぱりこう肩の可動域がなくなってきているので、やはり肩の可動域をしっかり保つっていうことが大切になってくると思います。はい、そうしましたらですね、肩の可動域が結構なかったよっていう方意外とおられると思います。あれ全然いかないや、あれ全然いかないやとか、もう、まあ、全然いかないやっていう方おられると思います。じゃあこうした方どうしたらいいのっていうことで、簡単なストレッチエクササイズを紹介したいと思います。間違っても欲しくないことはですね、肩が硬いからといってこれ無理にね、うーって伸ばしたりとか、うーって伸ばしたりすると肩はすごく怪我をしやすい関節なので気をつけましょう。靭帯を伸ばしてしまったり、腱を傷つけてしまったり、または筋肉を傷つけてしまったりすることが多々あります。その結果ですね、逆に四十肩、五十肩を引き起こしてしまったりとか、靭帯損傷とかですね、関節芯損傷などという問題を引き起こしたりとかするので、決して肩は無理にストレッチしない。これが鉄則です。肩を無理にストレッチして怪我する方、本当多く見てるので気をつけてください。特に可動域が過剰にある人、本当気をつけてください。関節をすぐ怪我しやすいのが肩なので。なので、無理をしない。これを守ってください。なので、今日はどっちかというとですね、肩のストレッチじゃなくてですね、胸のストレッチ、この可動域を、紹介したいと思います。ここはね、一生懸命動かしてください。肩っていうのはむしろ被害者です。この胸周りとかね、肋骨とか胸骨とかがあまり動いてないと肩ばっかり負担かかって、結局肩が怪我してしまうっていう被害者なんですね。なのでその原因である胸とか肩甲骨を一生懸命動かす、このストレッチを紹介したいと思います。はい、そうしましたらですね、今回もこのフォームローラー、ちょっと使わせてもらいますけど、なければいいです。クッションかなんかでもいいです。はい、まず横になります。こんな感じですね。今回左肩、ちょっとやってみます。僕はですね、こんな感じでやりますね。こういった感じで、このフォームローラーはただ足の、何ですかね、台なので、別にこのフォームローラーじゃなくてもいいです。何でもいいです。枕でもクッションでもいいです。枕は使ってください。ちょっと今日は僕は省かしてもらいますけれども、首に負担かからないように枕は必ず使ってください。はい、そうしましたらですね、これでですね、まずこの肩をこう回していきたいんですね。こう今、上から見ると、時計回りに肩を回しています。肩を回しているんですけど、僕はもう胸を回していますね、はっきり言って。はい。まず手を胸に当てて、胸を一生懸命回しましょう。肩を回しながら、こう胸を回す。どっちかっていうと、胸を回しているイメージです、私の中では。はい。ゆっくりゆっくり、大きく大きく回していきます。はい。これをね、10回ぐらい回していくと結構あったかくなってきます。そうしましたらですね、今度手を離して、大きくもっと手をぐーっと大観覧車のようにぐーっと後ろ、そして下、前、上、また後ろっていう感じで
胸から大きく大きく伸ばしながら回していきます。でこの時にね、あんまりこう下に行けないよ、この辺しか回らないよ、それでいいです。無理しないでください。先ほど言ったように肩関節怪我しやすいです。無理にね、うわーっつってボキ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 とかやらないようにしてください。ぐーっと伸ばしながら自分が行ける範囲でいいです。回していってみてください。はい、そうしましたら今度反対も行きますね。反時計回り、上から見ると反時計回りもしっかりやりましょう。はい、ぐーっと胸を回してあげてます。肩じゃないです、僕は胸を回しています。はい、10回ぐらいやったら今度また手を伸ばしてもらってですね、ぐーっと同じようにぐーっと大きく大きくサークルを胸からどんどん伸ばすようにして回していきましょう。はい、できればですね、首も一緒に回してあげるといいかなと思います。手をずっと見続けるような感じですね。はい、こんな感じでやるといいかと思います。結構ね、僕の場合だともう今20回ぐらい回しましたけど、結構大変で、あったかくなってます。これでいいと言ってます。どちらかというと肩関節じゃなくてこの胸、ここを回してる感じなので、そこ、間違えないようにしてください。はい、いかがだったでしょうか。肩のね、可動域が問題がある人は必ずこの胸骨とかが動かなくなっていることが多いです。なので肩のストレッチをやるというよりは、まずこの土台となっている胸、胸骨周りをちゃんと動かしてあげる、さっき言ったこうぐるぐる回すっていうのをやってあげるっていうことで、まずその土台が動くようにする。それしたら自然と肩って意外と動いてきます。ちょっと試してみてください。やった後にですね、あれ肩軽くなったなと思うことが多々あります。そうしましたら胸の可動域をどんどん増やしてもらって、その結果肩は自然と動くっていうことが多々ありますので、ぜひぜひトライしてみてください。ニューヨークファンクフィジオの高田でした。